売れない君の素朴な疑問。お、はい、何でしょうか。疑問がありまして、はい、まあ、スマホに関してなんですけど、はいはい、まあまあ、今みんな持ってるじゃないですか。うん、でその待ち受け、はいはいはい、よく三輪明宏さんであったり、お清正の井戸の画像であったり、ああいうのにすると金運アップっていう風に、あ、はいはいはい、よくあの巷で聞くじゃないですか。ありますね、はい、で実際にその待ち受け画面をその特定の何かにすることによって、そういう運が上がったり下がったりっていうのはあるのかどうかという。なるほど、はい、かなり我々の仕事の根底を揺るがすご質問ですね。ちょっとちょっとやっぱそのなんですかね、流行りがあるじゃないですか。はいはいはい、今 あの湘南の風のショックアイさんがすごいそのブームやったりするんですよ。待ち受けにするブームやったりとか、歩くパワースポット、歩くパワースポットはいはい、はい、結構そのそこまで人がやってるならやっぱりちょっと興味が持ってしまって、そうですよね、はい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 、あるのかな実際っていうので、はい、ちょっと今日はお聞きさせていただきました。わかりました、はい、私も結構開運がどうのこうのみたいなことあちこちで言ってるので、はい、なんか開運法、ね、の人って思われてるところがあります、はい、でまず今の質問に対して結論的に言うとね、これ人によりなんですよ。ほう、誰にでも万人共通で何か福を与えてくれる、まあ、写真とか絵っていうのはほぼないと思っていただいた方がいいと思います。なるほど。ね、実はどこだっけな、東南アジアというかアジアのどこぞの仏教国で、はい、そこのお寺のそのご本尊のでっかい顔写真があって、はい、顔写真というか、まあ、あるんですけど、はい、その顔をやっぱり見ると開運するみたいなのがあって、うん、で中に入れない人のためにものすごいでかいモニターがあって、ガーンってその顔がドンとお家になって、はい、さらにそれが今動画でアップされていて、はいはいはい、それ見てればなんか開運するぞみたいなのもアジアにあるわけなんです、はい、だから別に日本だけのその開運ブームによってそうなったというよりも、はい、なんかを見ればっていう感覚はあるわけなんですね、うん、はい、ただ占い的にはそのやっぱり、個人差というかね、うん、受け止める人との組み合わせが問題だろうというふうに考えられますので、はい、全ての人にではないと思います、はい、で現実的に聞いたって言ってる人もいるわけですから、はい、全否定はできないんだけれども、うん、それはやっぱりかなり組み合わせによるし、ただ見てりゃいいとか持ってりゃいいかってなってくると、ますますちょっと信憑性としてはいかがなものかなというふうになるわけですよ。例えば清正の井戸っていうのは、はい、あそこの東京のですね、はい、明治神宮の、ね、はい、中にあるものですけれども、まあ、昔から枯れることなくコンコンと湧いてるということで、うん、その例えばコンコンと湧くっていうあのイメージが、はい、金がこう次から次へと湧いてくるイメージにつながるわけじゃないですか、はい、多分それで金運ですもんね。そうですね、はい、で庭さんは絶対髪の色だと確かにもうここに金ピカみたいな状態になっておりますよね、はい、もう分かりやすいですよね、はい、でも確かにゴールドがゴールドを呼ぶっていう考え方はあるので、はい、偽物ではない本当の24金のものっていうのは持ってるとやっぱり金貯まるよって言われるんですよ。まあ持ててる時点で金持ってますけど、ね、まあまあ そうなんですよね。それはそれはそうなんですけ ど,、ね、すけど、まあまあ待ち受けからちょっと話ずれちゃいますけれども、はい、でそれを使って機運が上がるとかいうのも、もっと具体的に言ったらお金が入るってことでしょ、儲かるってことでしょ、はい、とで毎度毎度言ってますけど、別にそれでそれ待ち受けにしたから空から金降ってくるわけじゃないので、うん、普通にやってる自分のお仕事のお金が増えるとか、はい、自分の予想した馬が当たってくれるとか、うん、なんかやっぱりその待ち受け持ってあげたら、うん、行動しないともちろんね金にはならないわけですよ。だから毎日待ち受け見てたってお金が入ってくるわけではないので、はい、そこは注意しなきゃいけないです。そして個人差がありますので、はい、まあ実験してみるのは良いことだと思います、はい、特にほら別に何損するわけでもないですからね、まあ、まあそうですね、待ち受けただそれにするだけですので、はいはい、ということで実は一概には言えないよというのが、まあ、ちょっとつまらないですが、いえいえいえ私の答えということになります。なるほど、うん、なんかそしたらいろいろ変えてみていろいろ行動して相性いいやつ探すのが一番いいかもしれないですね。そうなんですよ、他のものもねみんなに聞くみたいに言ってるのがあるけど、はい、占い的にはかなり疑問で、うん、それは絶対個人差あるだろうっていうのが大体の答えになりますね。これにしとけばみたいなのはちょっと考え物ってことですね。ちょっとねっていうのは確かにあると思います、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっと僕もいろいろ、はい、僕こういうのサボりがちで基本デフォルトのやつにしかしてない、はい、まあ、私もそうだな、はい、でも俺パソコンの PC の、はい、まあ中継とは言わないけど、はいはいはい、あの画面 は、はい、俺スカラベにしてあります。え、変えてるんですか。え、
あそこのエジプトのこのフンコロガシの絵があるんですよ。 なぜですか？あれいや全く今のご質問と同じで金貯まるって聞いたからやってんのかい。やってます。あの PC の、 あの、うん、の背景はですね、思いっきりスカラベ置いてあります。綺麗に綺麗に最後決まったところで杉本、人によります。人によります、これ多分見た人はみんなスカラベに帰ると思います。先生今日もありがとうございました。会う人と会わない人がいます。明日もまたお願いします。また明日。はい、はい、また明日。効果を保証するものではありません。大事。はい。